ってネガティブなこと言われてもって。まあそれでね、ネルトンさん、坪井祐介さん、ありがとうございます。一緒に頑張ろうって言ってくださる方もいると思うけど、私はキラキラっていうか、いつも笑顔のアイドルさんとかが好きだからさ、そうそう、自分もそうなれるように頑張ろうって思ってたけど。電波悪い、本当？その携帯が日本に慣れてないかもしれん。ギルスさん、ありがとう。みんなプツプツしてるの？これ。ありゃりゃ。なんでやろ。他のルームの方はそうじゃないのかな。タームのところまで。タイはポケット TSS さんの行ってきます、 ST48 の行ってきますっていう番組のロケです。台風だから、台風が来とんやね。温帯低気圧。お休みメールのタイでの写真、そうよ。マッサ59さん、ケイちゃんさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。ピロピロ。中友さん、ありがとう。マッサ59さん、ポールデノンさん、坪井祐介さん、ありがとう。こんばんは。そう、明日は朝始ありますね。ちょっと早いけど、いつもより今はなんか ST48 の行ってきますは、各あのユニットのリーダー、福ちゃんも前出てたけどが呼ばれてる、呼んでもらえてるらしくて、で私もそれでスタジオの代表として行ってきました。ケンケンさん、しんちゃんさん、中友さん、ありがとう。昨日からもばめ取りました、ありがとう、嬉しい。疲れてない、ちょっとだけね足が痛くなったけど、今日はずっと移動だったんですよ。あ、今日配信朝できなくてごめんなさい、超遅刻した、タイで遅刻したんですよ、寝坊したの。やばかった、本当にとても心が焦ったよ。でもなんか集合時間があったんですけど、その車両でいつも移動してたんですけど、その集合時間に車両が来てなくて、車両が30分40分遅れで来たから全然セーフだったんですけど、私も本当にやばかったてか、なんか寝落ちしてて携帯の充電も切れてて、そう